様おはようございます。本日はですね、カワハギのコツダケですね。まあ、あのコツダケつっても本当にあの骨だけでございます。カワハギをですね、さばいた後このヒレが本当はですね、ヒレ酒で今回はですね、この骨ごと、干しました。でこの作り方はですね、お塩でですね、お塩をさばいた骨とヒレにこうつけまして、軽く、もみもみもして粘りを取ります。でそしてですね、あとは水洗いして、風通しのいいところに干しておけば OK でございます。それではですね、早速、これを焼いていきたいと思います。魚焼き器にですね、アルミホイルを引いて、遠火でですね、こんがり焼いていきます。はい、ですね、いい感じにカワハギの、骨ですね、骨とヒレ、焼けました。ですね、このぐらいですね、焦げないように炭化させるみたいな、こんな感じが、一番美味しい、お酒ができますので、どうぞ皆様もこのぐらいの焼き具合ですね、決して焦げてるわけではありません。焼き上がったカワハギのコツですね、コツ、これをですね、2枚分、この急須の中に、入れます。そしてこれはみ出しちゃってるんでね、でこんな感じで収納です。そして急須はですね、必ずこの古式見えますでしょうか、こちらですね、古式がついてるものをご利用くださいませ。古式がついてないと骨がガンガン出てしまいます。古式のついてるものを選んで、入れてくださいませ。あとはお酒を入れるだけでございます。本日はですね、この高清水の辛口をですね、こちらのとっくり2号ですね、2号に入れて、結構厚めに電子レンジでチンしてみたいと思います。大体80度ぐらいが、ちょうどいいかと思われます。お酒が約80度、熱いですね、80度ぐらいに温まりました。これをですね、この急須の中に、ドボドボと入れていきます。はい、いい感じでございます。そして蓋ですね。はい、これでですね、少々待ちたいと思います。最初はビールを飲んでいたんですが、ちょっと体が冷えてまいりまして、ここはとっておきの、カワハギのコツ酒コツ&ヒレ酒ですね、これをいってみようかなということでございます。それではですね、あと43秒ぐらい、寝かしてみたいと思います。はい、45秒が経ちました。だいぶですね、お酒が琥珀色になりました。これが飲み頃ではないかということでございます。そして、マイおちょこですね、マイおちょこの方に入れていきます。わかりますでしょうか、この琥珀色っぷりですね。それではいただいてみたいと思います。カワハギのコツ&ヒレ酒でございます。いただきます。いい味出してます。そして引き続き、シラスですね、生シラス、湘南生シラスをこのごまだれ醤油につけていただくと、休みの前の日の醍醐味ですね。わかりますよか、この琥珀色っぷり最高です。
まあ、あのフグのヒレ酒も非常にうまいんですが、結構高価なものでして、そうそう飲むわけにはまいりません。その時にですね、このカワハギのヒレ酒、これは最高でございます。カサゴのヒレ酒も最高でございます。今のところその2つが一番いい味が出るのかなみたいな感じでございます。それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、カワハギのコツ&ヒレ酒の作り方をご紹介いたしました。それでは皆様おやすみなさい。私はまだ飲み続けます。失礼いたします。はい、ですね、最初の2号が飲み終わり、さらに追加ですね。はい、さらに2号入れます。だいたいこのヒレ酒はですね、色が出なくなったら終わりみたいな感じでございます。色が出るうちは何回でも飲めますので、1回で捨てないようにしてくださいませ。おまけ動画でした。それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。それでは失礼いたします。まだまだ飲み続けます。失礼します。